八戸酒造株式会社は青森県八戸市に本社を置く酒造メーカー。製造する代表銘柄は道の区男山、道の区八千。千七1740年に大見国を出た小米正三郎は鉄地傍行から見起こし南部町で工事屋を開いた。1888年に小米正三郎が港浜通りで酒造店を開業する。 1944年、太平洋戦争中の企業整備令により三考軍内の酒造家15件によって設立された八戸酒類の一員となり、第三工場となる。1988年に八戸酒類より離脱し、八戸酒造として独立する。倉は1775年から酒造を開始。当初名柄は、道のく男山のみだったが、主質、味、 地場にこだわった新銘柄、ブランドとして、道のく8000の醸造を開始する。2003年からは、醸造に用いる米も、自社で有機栽培するようになる。4つの蔵は、登録有形文化財に登録されているほか、2010年には、醸造施設が、青森県発の景観重要建造物に指定された。夜間は、建物のライトアップを行う。 酒蔵見学を開催する、改装した蔵を利用して、コンサートや演芸会を主催するといった、地域振興への協力も行っている。道のく男山商標登録は1910年、唐口酒の代名詞とも呼ばれている。地元、八戸の漁師に愛好者も多い、創業銘柄。全国新酒官評会では1989年から5年連続で金賞を受賞している。 道の区八千日本酒業界全体の業績悪化から、青森県外の市場も開拓することを目的として1998年に立ち上げられた新銘柄。華やかな銀杖香と爽やかな甘みが特徴であり、若い世代に人気が高い。冷やして飲むとフレッシュな味わいが強まる。日本酒を醸造する際の重要な要素、米、水、酵母をすべて地場のものを使用し醸造している。 中国の孤事に登場する良い8000のように楽しんで、この酒を味わってほしいという思いから8000と名付けられた。スパークリングタイプも人気が高まっている。当初は実績のないブランドであること、流行の純米酒、銀城酒としては後発だったこともあり、売り上げは伸び悩むことになる。2003年に営業担当でもあった社長の息子が、東京の有力市販店に売り込みに行くが、 試飲した主犯店の店主から特徴がなく、このままでは全国では通用しないと評される。当時の経験と勘で行っていた酒造りに、醸造学の専門家を顧問に迎えたり、東京でビール製造会社に勤務していた社長の次男を製造責任者に据えた。地酒専門店のアドバイスを取り入れ、人気のある清酒の売れる理由、同じ味を再現する研究など試行を重ね、 消費者のニーズに合った酒を追求した。また、人気銘柄との差別化のためにも、米、水、麹菌に、青森産のものを使うようにした。こうして生まれ変わった道の区八千は、全国的な人気を獲得する。インターナショナルワインチャレンジ2016では、道の区八千大吟醸が大吟醸部門で、最高賞となるトロフィーを受賞している。なお、 インターナショナルワインチャレンジの日本酒部門としてトロフィーを受賞したのは道のく8000が青森県発となる。八戸市内の登録有形文化財。ありがとうございます。